でもさ、ああいう思ったんです。そう思ったの。いや、コンサートまでもうじゃんって思って。だよね、あと1ヶ月ぐらいしかないっていうことに気づいてしまってね、早っと思った。チーム K はね、すごいよすごいので、来てくださる皆さん楽しみに待っててください、はい、でも本当すっごいよ何がすごいからはさ今言えないから、もうすごいんだけどすごいよとしか言えないから、ちょっともどかしい気持ち。いや本当にそう、そうだよね。もうだって登録出てるからさ、え、出てるよね、わかんない、出てないかな、出てたらもうね、みんなおって来る方はなって、そう外れてしまった方もきっといらっしゃるからさ、出てしまった方は終わった後、8月後以降ですね、8月後のお昼公演以降に話せるので、そう、軽公演、軽コンサートが終わったら話せるのでね、そう、そう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 、なので、はい、お楽しみにしてていただけたらなと思います。チーム K コンサート楽しみ、あゆもすごく楽しみだけど、大丈夫かっていう気持ちあるけど楽しみです。きっと大丈夫なんですけど、そう、そう、でもね、見応えは十分だと思います。そう、すごいおーってなる、そう、まあ、そんな感じで楽しみに待っててください。はい、ね、でも本当早すぎね。いやでもなんか本当にね、このチーム系でさ、やっとこうなんか、まあそれぞれのチームだと思うんだけどさ、やっとこうまとまってき始めたところでもあるじゃん、それぞれのチームがね。だからこそ、なんて言うんだろう、見せれるものもあると思うし、寂しさも本当にもちろんあるんですけど、今のそれぞれのチームをお見せできたらね、いいなっていう気持ちでございます。はい、はい、まあそんな感じです、そんな感じですって、そんな感じです、お楽しみに。はい、はい、そして皆さん、ツイッターとインスタ、そう、投稿したので今日見てください。なんかさ、ツイッターさ、朝上げたんだけど、まあ結果やめて一回消して、夕方再度載せたんだけどさ、そう、なんか結局何時がみんな的にいいのかよくわからなく、朝一回消してしまったね、なんかまださあるのかな、あのね、まだでも続いて、そう、わかんない、なんかでもあゆはあの、そう、全然平気な気がする、もう、そう、なんか本当に昨日じゃなくその前かはタイムライン見れなくて、え、なんか全然
そう、いつも人のすっごい出てくるじゃん、タイムラインって。出てこなと思って、そう、出てこなと思ってたら、なんか書いてあってさ、諦めてたけどさ、もういいやと思って もういいやと思ったけど、ね、今日治ってそうだよね。だから今日から治ってるのかな、今日治ってたって、今日から治ってんのかな。じゃあ、じゃあもう普通に投稿しようかな。ね、そうしよう、普通に投稿します。ぜひ見てください、お願いします。そう、そう、ツイッターとインスタの写真全部違うけど、ツイッターに載ったのも多分きっとインスタに来ると思うし、インスタに載ってるのもツイッターにきっと来ると思う まあさ、どっちかしかやってない方もきっといるじゃん。まあいいよね、見たなって思っても、はい、何も触れずに、なんか初ぐらいの勢いでみんなコメントしてください。そう、これは初だぐらいの勢いで。そんな感じでございます そんな感じでございます。でもそう、なんか気づいたら小田さんのポーズしてた、インスタの方は。そう、なんでこのポーズしてたかっていうと、小田さんが好きっていうのはもうもちろんもう大前提なんですよ。もうそんなのはもう大前提なんですけれども、あ、そう、ちなみにミュージックデーの時も小田さんとちょっと喋れました。嬉しい。そう、まあ大前提として、ワンワンに写真撮ってもらってたのよ。オッケーよーってことで、これしたらこの瞬間撮ってくれてて、これ使おうと思ってこれにした。小田さんポーズ小田さん、ほんとこれよくやってる。そう、そんな感じでポーズしてました そう、基本ね、多分ディズニーの写真載せるのはママが撮った写真でございます。なので、お楽しみに。ママさん、ありがとうってね。そうね、なんかさ、ね、写真いつになっても慣れない、外で写真撮るのが。ね、わかる？なんかいつになっても本当に慣れないのよ、こればかりは。普通に自撮りとかでもそう、慣れはしないよね。なんか本当になんて言うんだろう、もう SNS とかさ、メールとか、そういう、なんて言うんだろう、写真が必要なかったら多分ほんと写真撮ってないんじゃないかぐらい、自撮りはね。だから誰かととか撮ってるかもしれないんだけど、自撮りは多分ほんとしないと思う。あって、なんかどっか遊びに行って、なんか記念とか衣装の写真撮るぐらいだと思う。本当にその自撮りは絶対しないと思う。そう、昨日もね、恥ずかしい
がりながら撮ってたから、そう、なんか恥ずかしくて、パパにそこに、もうそっから、なんかパパ動こうとしたから、そっから動かないでって言って、ちょっとパパで携帯隠して、なんかただパパの肩眺めてますみたいな人にしてました。そう、顔を出しながら写真自撮ってた。そう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 、お願いだからって、もうそこいい、動かないでって。そう、本当だって動きそうになった、あ危ないと思って、見えちゃうって、写真撮ってんの見えちゃうと思って、動かないでって言って動かないでって言って、そう撮りました。パワーパーテーション、パー多いパワーパーテーション、そうパーテーション壁です、壁になってもらってました。そうなんですよ ね。でも本当に慣れない。みんなはだって自撮りしないでしょ。そうそうだよ、それと一緒。そう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 、多分普通に生きてたら自分まあさ、普通に生きててさ、自分一人の自撮りは絶対的に撮らないじゃないですか。そう、自撮りを、自分一人だけの自撮りって、だから本当なんかね、なんかね、すごいすごいよね、改めてこう思うと。なんかいつもは別になんかそんな何もさ、まあみんなに送らなきゃとか思ってさ撮ってるけどさ、そう撮ってるから別に何とも思ってないんだけどさ、こうよくよく考えた時にさね、思うよね、おーやっぱ、まあしない方多いよね。だってさ、それこそさ、なんかあの写真会とかの時あったじゃん、オンラインじゃなくてさ、そう普通にコロナ前かあったじゃん。ああいう時とかですらさ、みんな大変そうだなと思いながら見てました大変そうだって思いながら、大丈夫かなって思いながら見てました。そう、大丈夫かなって。時々そう、なんか時々すごい上手な方もいらっしゃるし、なんかほんと毎日自撮りしてましたかぐらいの上手な方もいらっしゃるし、逆になんかそう、ここら辺に携帯もうほんと目の前みたいな、こうなんかもう至近距離みたいな。その方は絶対もう日々自撮りしてないんだろうなと思って、可愛いと思いながら、そう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 、まあさ、自撮りしないって距離感って難しいよね。そう、もうなんかここら辺しか映ってない方もいらっしゃって、それで大丈夫と思って、そう、もうちょい後ろの方がいいと思うよ、そうお伝えしたりとかはしてたけど、そうやっぱ難しいからさ、なんていうんだ、腕伸ばしちゃうとボタン押せなかったりとかもあるじゃん。そうそうそう、それでね、そうね、まあさ難しいよね、しないと。あゆも最初の頃とかも分かんない、今でも分かんないもん、距離感携帯との距離感分かんなすぎる、いつも。なんならフィルターとかも分かんなすぎて、もうオリジナルで、そういつも撮っちゃう。なんかね、なんかさ、ほんとメンバーそれぞれでさ、その写真の色味ってほんとに違うじゃん。この子の可愛いって思ってもさ、なんか全然分かんなすぎて色味
もう結果なんかオリジナルが一番愛はオリジナルにしちゃってるだから、うん、無難に、安定だし無難に。自撮りはかなり練習したって、そう練習してね来てくださる方もいて、いやありがたいですよね。本当大変な中みんなありがとうございました。本当にオンラインはさもう自動で撮ってくださるじゃん携帯が。そうだからねないけど大変とかね、ほんと自撮りの時大変だったよね。みんな絶対大変よね、わかるね。難しいよね、やってないものって難しいよね。わかるわかる、オンラインのタイミングが難しい確かに。ずっともう構えてないとね、3秒前ぐらいから、そうずっと構えでキープで、はい、はい、まあそんな感じでね、みんな自撮りいっぱいしてこの後いっぱい自撮りしてお過ごしください。あの24時まで何枚撮れるかのチャレンジしてください。自撮り前はしないんですけど、前はしないのでみんなが代わりにあのまあ24時まで何枚自撮りできるかなみたいなチャレンジ、もう連写しちゃってもいいよ全然。練習しちゃっても練習って言っちゃったら練習しちゃってもいいので、はいお願いいたします。つながった瞬間は挨拶した方がいいのかすぐポーズ伝えた方がいいのか悩むだって。確かにでもね伝えないとねもうピャってくる時あるので伝えちゃった方がいいよ。じゃあ自撮りのフォルダあげるねって方とね、自撮りは愛ちゃんのインスタに送ればいいですかって、いらないいらないっていらない、あの自分保存、あゆは大丈夫、あゆいらないあゆがしてねって言ったのにあゆいらないってもう自分で自分で撮って自分で保存はい、いらないよ、そう大丈夫送ってなんてそう言わないよ、そう言わない言わない、大丈夫大丈夫だから本当にもう自分の記録用になっちゃうね、そうなった時にはもう記録保存ということで、はい、はい、まあそんな感じで楽しんでスノーとかで楽しみながら自撮ってもいいんじゃない、はい、まあ楽しみながら今日一日終えてください、はいはい、ではではランキングを読みたいと思います。終わり方すごい雑、はい終わります。ランキング読みます。13位 YK さんありがとうございます。12位ザキヤマさんありがとうございます。11位ワッキーさんありがとうございます。10位のぶたさんありがとうございます。9位もこさんありがとうございます。8位 FANGYU さんありがとうございます。7位あやのさんありがとうございます。6位ピカルンありがとうございます。5位カモンさんありがとうございます。4位サンマさんありがとうございます。3位プラハタハさんありがとうございます。2位あーちゃんありがとうございます。1位ギャローさんありがとうございます。はい見てくださった皆さんもありがとうございました。また明日も見てください、はい、ではではまたねバイバイ。